どこへ置けばよろしいですか。熊野花火、いよいよ本番です。七里御浜から一本入ったこちらの通りは歩行者天国となりましてですね、様々なお店が出ている。しかも楽しめるのがやはりこの熊野の大花火関連の、例えばこちらグッズであったりです。最近ですかこれ、タオル。あ、今年用なんですね。かわいい。初めてコロナになる前にもう予約して来ることになってたんだけど、コロナで中止になってしまって来れなくって、で今年。あ、そうなんですか。待ってたんですよ、長年待って。もう嬉しくて花火大好き。熊野の名産品がいろいろあるということなんですけど、早くもまだどうですか、花火まで6時間以上ありますけど、たくさんの方が来られている。こちらもお客さんがいらっしゃいますね。何のお店かな。今日はこの店を見せるのか。はい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 、茂丸っていうところです。はいはい、茂丸ですか。茂丸、こんにちは。サンマ寿司。はい、サンマ寿司です。で、漁師さんがやられてるんですか。今年まで漁師やってんけど、ちょっともう引退したんですけどね、お店一本にしたもんで。そうですか。そうです。はい、で、おすすめは何かこうあります。夏は、はい、この花火はこのお寿司ですね。これ何ですか。アジの姿寿司で頭から食べるお寿司です。ちょっといいですか。はい、どうぞ。アジの姿寿司、本当だ、頭、お頭付き、目の、あ、じゃあもう熊野の花火といったらアジの姿寿司。そうです、地元の人はね。そうですか、はい、うわーすごい、まさにほらアジ一匹そのまんま姿。いただきます。うまい、おいしいですね。頭、いわゆる骨でしっかりこう、はい、ね、はい、ある場所も柔らかくて、 そしてものすごく酢でしっかり締められてるんで、はいはいはい、この暑い中汗かきながらいただくお寿司ですね。ぴったり。みかんの大豆を作ってますもんで、はいはい、みかんの大々って言ってちょっと入れてる。そう、果汁を入れてます。大々の果汁を入れることで、はい、この爽やかな酸味になるんですか。はい、で、なんでこんなにアジは柔らかくなるんですか。やっぱり2日間か3日間ぐらいつけてますね。へー、はい、2日か3日つけることによって、はい、しっかりアジが柔らかくなり、はい、そして、はい、味がまとまるんですね。そうです。しかし今回は2回延期しての熊野の大花火となりました。4年ぶり、はい、いかがですか。まあやっぱりこれが終わらんと、夏終わらんからやっぱり、うん、はい、楽しみですね、はい、もうお父さんはこの熊野に住まれて何年ですか。ちょっと恥ずかしいですけど、70年になります。70年。そうです。もう生まれてから。はい、そうです。熊野、はい、ずっと漁師の町からずっと。そうなりますと、はい、この熊野の大花火っていうのはもう子供から、うん、やっぱり三尺玉を待ってワクワクです。いいですね、はい、70回見てもやっぱりワクワクは止まらない。まあ70回は見てません。見てませんけどもね。そうでしたか。わー、おいしそう。氷の一つ一つのふかふか加減が、いや芸術的ですね。いただきます。わっ、いちごかなと思いましたけどちょっと違いますね。シロップは何ですか。
ちらはイザヨイバラのシロップになります。イザヨイバラ、バラ、バラ、かき氷でバラ、はい、うわ、いや確かに言われてみるとこれしっかりバラの花びらが入ってますね。甘みもしっかりあるんですけど、あのバラの香りというのが立つ。バラをどういう状態にしてるんですか？シロップを煮込むときに 花びらごと煮込んで、氷室の技術で創作シロップになっています。なるほど。この熊野の大花火、ここに注目してるってありますか？三尺玉の大花火です。あ、やっぱりこれ、はい、音がすごく、風圧と音がわーって感動します。花火より